はい。あれじゃあ、あれ、あらがつつ、まんめ、あれ、言って。はい、ということでやっていきましょうか。名探偵。なるほど。これ、多分、堅牢が出てくるな。これ、パン潜伏で名探偵が進行した方が良くないかな、多分。出てくるか。霊能が2、占い2か。どうすんだこれ。要素ない。まあ名探偵シーンがもちろん出てくるの分かってるから、堅牢むざむざ殺すようなことしないと思う。まあ占い芯抜かれたらクソうざいって感じかな。名探偵私潰されて占い芯どの道決め要素ないから脳死なんてならしゃねえと言うやったら、ゲイル別に非剣道イコール佐々木じゃなくね。この部屋人狼もいるでしょ。あと占いに黒、名探偵に佐々木でも妄想レベルじゃね。そもそも狼じゃないから狼の考えること詳細までわからないよ。フランクさ、パンがわけもわからず出るのを抑制したんだよ。どうするかな。
てかここであんま絡んでこないんじゃないかな。エマは、ビルとかじゃね。多分ビルだと思うけどな、黒。マリアとエリックはどうだろうな。1分前。期待よろしく。レーノはマリアギっぽいな。マリアギかな。色見る色見る言ってるのはすげえ気になる。誰がショーンに入れたんだ。クリスか。あー、新抜きされたくせえなこれ。案の定新抜きされたな。確定しろじゃん。うん、うん、あー、詰めなくてよくね。
うん、正直時間いらんな。これマリアビビらせれたか。ワンチャンマリアビビったかもな、クリスクロって言ったの。ビビらせたな、マリアの霊の儀予想して。10秒前。でも なんでそんなビビる必要あったんだ、わけわからんぞ。あーパンか。あー運悪いな。ひたすら運悪いな。ギドラしよっか。カミングアウト。オッケー。メアリー釣るか。ショーンわかる。一旦よろしく。一旦よろしく。一旦よろしく。もうサクサクだな。エマは、エマようわからん。そうだね。まあそうだよな、ちょっと霊能結果揃ってるの気になるよな。あ、おいおい、これマジかよ、なんで確定黒なったん。マリアビビらされ、マリアビビらしたな。やっぱ強いな、ビビらせるのいいな。なんかお前絶対シラ出すやろって。よし、まあよし。ってことで、エマ怖え。初日絶対フレディ護衛するものと思った。はい、ってことで、おっ。